いやー、最近ね、もうずっと雨。昨日奇跡的に晴れたんだけど、どうなんだ、9月のね中旬ぐらいからさ、晴れ間がね1、2回しかなかったんだよな。どうも、改めまして、かちゃんれんの風ございます。いや、でもね、低気圧が来るとさ、子供がね、生まれやすいとか言うんだけど、台風結構来たんだけど、まだなんだよね。ただ、もうすぐだからね、すごい僕、ドキドキしております。ほんでね、本日は、全然この雨関係ない。ただね、車の中ってのは関係あるんだけど、結構ね、なんだ、遠出とか、この前ね、サバイバル行った時もそう思ったんだけど、サバイバルの時には、一応車あったの。ほんでさ、車ってさ、一応ね、シガーライター、シガーチャージャーかわかんないけど、それを使って、発電、いろいろね、電気を使うことできるじゃん。そこでさ、100ボルトでね、なんか充電してたの。ほんでね、ちょっとね、Amazon でさ、ググるじゃないな、Amazon か。Amazon って見たらね、やっぱりね、あったんでございますよ。というわけで本日はこちらです。こちらですね、バルというものでございますね。これ、いろんなやつあるんですけども、今回のやつが、120ワットタイプのやつ。で、今、これはね、軽自動車なんですけども、軽のバッテリーだとそこまでね、大きなもの使えないから、ここら辺が、最適っていうか、マックスじゃないかって、Amazon のレビュー欄で見ました。やっぱ僕はね、Amazon のレビュー欄は、すごく信じてる。ほんで、いろんなもの持ってきたんですけども、早速ですね、使ってみましょう。では、開封。出てきましたね。本体です。結構やっぱね、っていうか箱持ってたからわかるけど、ずっしりしておりますね。そんで、ほら、こんな感じになってんだ。結構ね、値段、これ、確か3000、4000ぐらいだったけど、3000、4000の割には結構しっかりしてるイメージ。ただね、このアダプターの方だね。これトラックとかだとまた電圧違ったりするのかな。なんかそういうのもね、あるかもしんないから、皆さん、十分にね、注意してください。ほんじゃね、今、ドラレコのやつが入ってるから、ちょっとこれ抜きますね。ほんでね、またドラレコもさ、面白いものっていうか、ちょっと危険なやつも取れてるからね、また今度ね、溜まったらご紹介いたします。ほんとみんなね、車の運転にはほんと気をつけてね、これからの冬場とか特にだよ。ほんで、こちらをね、差し込みまして、よっこいしょ。そんでこちら確認するとね、これ裏、これ分配用のやつなのかな、もしかすると。そうだね。これもちゃんと差し込めるようになってんだ。てかなんかうまいことこれ内蔵は絶対できないな。でもうまい人なんかやるんだよね、こういうの。憧れるわ。まずちょっとこちらの方に置かせていただいて、まだ今ね、エンジンかけてない。エンジンかけるわ。ほい。かかった。おー、これもつきましたね。オーディオインターフェイスみたいなのね。これ、そういえば、1年使用レポートとかしてなかったな。またなんか、要望あればするね、一応。結構、なんだかんだでこれ良かった。ほんで、今こちらでございますけども、まだ何も、これでオンになるのか。ついた。パワー。ほんで、100ボルトが2つ。ほんで、USB が1個あるね。まず USB から使ってみるか。じゃあ、とりあえず USB。よっこいしょと。ほんで、先っちょ、こちら iPhone に行きますよ。行くぜ。せーの、ポイン。ちゃんと充電はされましたね。でも、これはね、今まで従来のやつでもね、やってたから、これはわかる。じゃあね、100ボルトいってみよう。ではね、まだこの消費ワットが少ないやつね。またこれ USB になるんだけど、どんだけ USB 好きなんだよ。さあ、ではこれでね、ちょっと差し込むよ。いきますよ。せーの、トイッと。来たね。充電来た。すごっ。じゃ、次重要なやつ。ここにね、今、MacBook Pro が置いてあるんですけども、さあ、出てまいりましたよ、こちら。これなんと 80W タイプだから、ちょっと重ためなんだけども、使えるかな。今、エアコンもちょっと使っちゃってるので、ちょっと割り悪いと思うんだけども、試してみましょう。こちらに、よっこいしょと、繋ぎまして、あとはこれを繋いで、ここがオレンジ色に光ったら成功。さあ、行きましょう。せーの、ぽい。白くなって、きたー。充電もいけてますね。さらにね、ちょっと、車の中で使わないやついきましょうか。ね、お前、こんなとこ持ってきていいのか？加湿器。テストですよ、テスト。動くかなこの加湿器。何ワットとかもう見てないんだけど、ぐさっと差し込んで、次左側使ってみよう。ほんで、空気清浄、プラズマシャワー5。来たわ。空気清浄を始めた。車の中で。すごい光景だな、これ。いい映像、これ。空気清浄入りました。はい。ものすごい真っ赤っかになっております。相当汚いってことですね。うわー、すごい、これ。そんで次、ラストね。今まではね、まだマシなやつ。ただ次はね、強力なやつ来たよ。やっぱね、なんでもね、電気代かかるやつって、この熱を発するやつなんだよね。もうこれはレベル違うから、多分無理だと思うんだけど、どうだろうね。よいしょ。行きましょう。あ、動かね。そっか。はい、とまあね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、とりあえずね、すごく便利だなと感じました。いや、車でね、100V 使えるっていいよね。で、まあ、もしなんかね、まあ、震災とかなんかあった時でもね、なんかその100V 使える使えないって結構大きいじゃん。だからそういった意味でもですね、なんか車の中に一つだけこれ用意しておくといいのかもしれません。一応購入ページはね、下の概要欄の方に貼り付けておきますけども、なんだろう、消した時にオフにしないとダメだったんで、ちょっとで、エンジン切ってみるね。あ、別にオンにしたまんまでもいいのかな。なんか、いちいちね、オフにしないといけないとかなんとかってのも書いてあったような気するので、まあ皆さん、ちゃんと説明書読んで、僕まだ読んでないから、読んどくわ。説明書読んで使ってください。以上、車内で 100V が使える、あれでございました。